60年以上にわたり青森県弘前市のランドマーク的存在として愛されてきた老舗百貨店中山弘前店28日を最後に営業を再開することはなかった突然の破産申請閉店に取引があった業者やテナント関係者からは支払いが滞っていたやっぱりかとの声が聞かれた一方で前触れなく解雇を通告された従業員らからは頭が真っ白 こんんななな最後になるなんてと困惑が広が広った29日は棚卸しのため出勤した従業員らだったが、朝礼で破産と解雇を告げられた。その後、同日中に私物を撤去するよう伝えられたという従業員らは両手を荷物でいっぱいにして午前11時頃から次々に同店を後にした。涙を流す人や、お元気で、またいつかと手を振り合う人たちの姿もあった。 取材に応じた中3の男性幹部は、破産は、寝耳に水。事前の話は何もなく、現場は9月リニューアルの方向で進めていたと悔しそうに話した。女性従業員は、みんな明日も普通に営業すると思っていた。こんなに突然、最後になるなんて、とうつむいた。破産の連絡を受け、商品を引き上げに来た卸業者は、去年から、中3からの、 支払いが複数回遅れていた。催促しに行かないと支払われないこともあった、と憤りを見せ、やっぱりなという感じはあると話した。同店に菓子を納入していた山野隆二さん、45も、今年4月頃から支払いが遅れるようになった。そろそろ閉店かなと薄々感じていたと諦めの表情を浮かべた。飲食テナントの50代店主は、 社長が存続へ努力していたのを見ていただけに辛い。先のことを言ってくれなかったことに不満はある。別テナントを出店していた会社の代表は、突然の知らせでとても驚いている。市内で店舗の移転先を探すが、見つからなければ撤退もあり得るとそれぞれ述べた。相談体制整備へ、経済界、中山広崎店、広崎市が閉店した29日、 地元経済界からは落胆の声が上がり、取引先企業や従業員への相談体制を整える方針を示した。下土手町商店街振興組合の成田正造理事長、61は、閉店の噂もあったが、商店街で解決できる問題ではなかった。中さんの閉店で土手町の集客力は落ちる。人が訪れたくなるようなイベントを積極的に企画し、 魅力ある場所にしていかなければと語った。広崎商工会議所の今井隆会頭は、長年にわたり広崎の中心市街地の顔として地域を盛り上げていただいただけに、残念でならない。取引業者の相談体制を整えるとともに、従業員、テナントスタッフの今後について、ハローワークや広崎市と情報共有していきたいと文書でコメント。広崎市の桜田公市長は、 関係機関と連携し、取引先企業や従業員への対応に努めてまいりますとの文書を出した。